どうも、フィットネス芸人のりでーす。はい、今日はもう結論から言いますとですね、11月22日の22時からクラウドファンディングにチャレンジします。ドドン。ということで、SNS ではね、今日いろんな媒体でアップしたんですけれども、改めましてノリチューブでは言ってませんでしたので、11月22日の水曜日22時、ちょうどもう24時間45分後ぐらいですね、に、加古川フィットネス、ベリーベリーの魅力を広めたい。もう日本全国、世界全国に広めたいというクラウドファンディングにチャレンジします。で、22時から公開されますので、改めまして、ご支援よろしくお願いいたします。魅力を広めたいもあるし、やっぱりね、運営していく中で、スポンサーですね、スポンサーをもう個人でも企業でもたくさん募っていきたいというのが、今回大きな目的となっております。でね、クラウドファンディング始めるにあたって、まあ、一番のきっかけとなったのは、もうこれもちょっと SNS で発信してますけども、マネーの虎の南原さんのクラウドファンディングの虎っていう YouTube の企画ですね。そちらに参加させていただいて、で、まあ、あれ結構実は奇跡やったんですよ。ちょっと裏話をしますと、まさか合格いただけると思ってなかったんで、で、合格した暁には椿商店さんのプレゼントでクラウドファンディングをできるというね、そんなきっかけがあったんですけども、それに参加する前から実はなんか会社名がいっぱい出てややこしいんですけども、株式会社フィットネス芸人の、まあ、役員会議って日々、まあ、毎日10分20分ぐらいやってるんですけども、まあ、内容がね、内容としてはどうやったらベリーがもっと盛り上がるかな、プラス、まあ、僕の個人ですよね、フィットネス芸人がどうやったら売れるかなみたいな、どんな活動していこうかなとかいうのを夜な夜な喋ってるんですけども、その時から実はもう議題に上がってたんですよ。やっぱ自分らでっていうか、まあみんなでですね、みんなでもっと営業していかなあかんと。言うたら日々の運営はもう2年間ずっとやってきたことなんで、それを続けててもね、変わらないじゃないですか。変わらないけど続けざるを得ないみたいな状況だったんですけども、やっぱ思い切ってみんなで一緒に営業とかするべきちゃうみたいな話が出てたんで、そのタイミングで、今回のYouTube の出演とかも決まって、すごい、まあ何でしょう、点と点が今線になって、で、明日のクラウドファンディング公開に至るというのがざっくりとした背景になりますんで、皆さんにお願いしたいことがですね、まずはキャンプファイヤーのページにですね、アカウントログインをしていただきまして、もうほんとね、しつこいんですけれども、ハートマークのお気に入りだけ押してもらうだけでも構いませんので、ぜひお気に入り登録をよろしくお願いします。で、ページ読んでもらってですね、あ、魅力的やなと思ったら、もちろん支援していただけたら嬉しいですし、魅力的じゃないなと思っても支援していただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい。ということで、今から40日間ね、いろいろ営業に駆け回って、もうちょっと年末の忙しい時なんですけども、これをやりきって、2023年終わろうかなと。はい。フィニッシュしようかなと考えております。そう。で、お気に入り登録してもらったら、あれです。僕ちょっと活動報告っていう
のがあるんですね、ページで。それを、なるべくアップするようにしますんで、その記事も読めるっていうのはちょっとメリットと言いますかね、はい、あの登録してもらったらそういう記事読んでいただけるんで、まあこれを機会にですね、やっぱ多くの方にベリーベリーの、まあ、もう一回歴史から遡って、ベリーベリーのことをよく知っていただきたいというのが、まあ、僕の思いですね。知っていただいた上でぜひ、一緒に仲間になってほしいなと、まあ、距離関わらず仲間になれるツールがたくさんあるっていうのはベリーベリーの良さかもしれないですね。うん、そうですよね。それはあるかな。だって活動してるインストラクターさんでもですね、普通ね、兵庫県の加古川にあったら大阪の人が来ることもないじゃないですか。でも大阪に住みながらうちで所属してるインストラクターさんもいますんで、本当にベリーベリーは距離関わらず、楽しんでいただけるフィットネスクラブやと自負しておりますので、はい。で、実際ね、東京のベリーベリーのメンバーといいますか、ファンの方も、この間イベントに参加して、ちょうどこの回流れてましたね。ゆうやトークの回がまさにそうなんですけども、ああいう感じで、まあ、遊びに来てもらったらコミュニティに参加できるし、みたいなね、普通のフィットネスクラブではなかなかできないことをいっぱいやってますので、それをちょっとこのね、40日間皆さん忙しいと思うんですけども、リアルタイムでいっぱいお届けできたらなと。で、僕もちょっとこういう YouTube のダベリ配信もしていきつつ、まあ、できるだけあらゆる媒体の SNS でこのベリベリの活動とかクラウドファンディングの、プロジェクトを紹介したりとかしていきますので、まあ、これをいいきっかけに、なんかもっともっとベリベリとそれに関わる皆さんを知ってもらえたら、何か心に刺さるものがあるんじゃないかなと思います。はい、僕が本当にね、2年間準備入れて2年半ぐらいですけれども、やってこれたのは YouTube でも言いましたが、やっぱここのメンバーさんがいてくれるから、なんか心動いて、どんなに苦しくてもなんかやろうっていう気持ちになってできてるので、それをちょっと今回のクラウドファンディングをきっかけに多くの方に知ってもらえたら嬉しいなと思います。うん、はい、もちろん知ってもらったら嬉しいんですけども、はい、ぜひプロジェクト成功させたいので、はい、ご支援いただけたらと思います。まあ、なんせ明日の11月22日22時からプロジェクトは公開スタートになります。定番なんですけど、プロジェクトって何でもスタートダッシュが肝心。何でもそうですよね。勝負事でも、ビジネスでも。まあ、お笑いでもそうですよね。つかみとか大事です。なので、もし、ちょっと応援しようかなという、気持ちがある方はですね、明日の10時にこぞってご支援いただけると、また、こう、ネット内でもね、アクセス数が増えた方が多くの方に届くという、そういう傾向もありますので、はい、ぜひ明日の22に、うん、明日のおかしくなった明日22日の22時、ぜひ、アクセスだけでもしてもらえると嬉しいです。ご支援いただけたらもっと嬉しいです。で、22時前に明日インスタグラムの方でベリーベリーのライブ配信をさせていただきますので、ちょっとベリーの雰囲気が見たいなという方は、明日の9時10分ぐらいですかねに、
ライブ配信に遊びに来てください。今日のお知らせは以上になります。明日から頑張るぞ。ではまた会いましょう。